こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、はい、マクドナルドキャンペーン事務局様から荷物が届きました。もうこれ書いてありますけどもね、このハッシュタグマックのモバイルオーダー使ってみたんだキャンペーン、ご当選商品カッコタイマー。はい、こちらはですね、このツイッターのフォロー&リツイートキャンペーンでですね、こちらのポテトタイマーが当たるというね、これが去年の12月頃にやってたんですけども、まあ何気なく応募してみたんですけどもね、まあハッシュタグこのつけて、ツイートするだけで、OK だったんで、まあ何気なく、まあ別に当たらなくてもよかったんですけども、応募してみたらこの200名様なんですけども、当たりまして届きました。はい、で実は僕ね、このポテトタイマーなんですけど持ってるんですね。あの去年の Mac の福袋に入ってたんで、こちらね持ってたんですけども、だから別にね応募しなくてもよかったんですけどまあ何気なく応募したらですね、まあ当たってしまったとまあ無欲の勝利というやつですかね。はい、ちょっとじゃあ開けてみて、まあ同じなら同じでね、まあ開ける必要ないんで、こちらをねちょっと開けて、音を鳴らしていきたいと思いますが、はい、どんな感じで入っているのか。いきなりありましたね、これが入ってます。そしてあ、これは同じですね。はい、全く同じだと思います。はい、全く同じですね。なのでこれは開ける必要ないですね。こちらちょっと開けてみたいと思いますが、まずこのご当選通知を読んでいきたいと思います。はい、このように、はい、ポテトタイマーが当たりましたということでね。はい、全く同じですね。箱も同じなので中身も同じだと思います。はい、では、まあ、去年の正月の福袋開封でね鳴らしたと思いますけどもまた鳴らしてみたいと思います。はい、このような、フライドポテトの形のタイマーになってますね。はい、でこちらにね単4電池を入れるようになってますので、ちょっと入れてみたいと思います。はい、ということで、電池をセットするとこのようにね0000と出ますね。で機能としてはカウントダウン機能、カウントアップ機能とね2種類あります。でカウントダウン機能の場合はこのミニットのボタンですね、これで何分っていうのをね決めます。でスタートを押すとカウントダウンが始まって、00秒になるとあのポテトが上がったよっていうね音が鳴りますね。あ、秒数も決められますね。で両方同時押しするとリセット。はい、でこの状態でスタートを押すと普通にカウントアップしていきますね。はい、これは別に音が鳴るっていうのはないですね。でストップしてボタンを同時押しでリセットと。まあこの一番の醍醐味といえばね、このティロリティロリと書いてありますが、この音がね鳴るというのが一番の売りなんで、ちょっと鳴らしていきたいと思います。では5秒後に鳴らしてみたいと思います。はい、それではカウントダウンスタート。
はい、このように、まあ、Mac に行くと聞けるあの音がね、鳴るということですね。はい、これは去年の福袋に入っていたものですね。で、まあ、今年もね、このポテト型のものが福袋にあったらしいんですけども、ちょっと僕ね、今年の福袋はですね、抽選になってたんで、まあ、抽選応募したんですけども、外れてしまいまして、で、その後、年明けにも、普通にね、抽選とかじゃなくて、販売してたとこがあったみたいなんですけども、まあ、それにもね、ちょっと情報に乗り遅れてしまってですね、買うことはできなかったんですけども、まあ、今年の福袋は、コールマンとコラボで、エコバッグとかね、そういうのが入ってたんですけども。で、このポテト型のものは、時計ですね。で、アラームが鳴ると、このティロリティロリじゃなくて、テレッテッテッテーっていう音ですね。また別の音が鳴るということで、まあそれもね、欲しかったんですけど、まあ買えなかったんで、まあしょうがないなと思うんですけどもね。で、その時計のアラームの音がですね、何の音が鳴るかというと、ちょっと前にハッピーセットでありました、この、これですね。この音、ちょっと聞いてみますかね。この音ですね。はい。この音が時計のね、アラームで入っているということなんですけども。ちょっとね、これのレビューをやってる人の動画を見てみたりしたんですけど、ちょっとこの音とはね、違う音になっていたので、まあ僕としてはこれを持っているので、まあ時計の方の音を鳴らさなくても、これが聞けるのでいいかなと思うんですけどもね。まずはね、そのコールマンのコラボのねエコバッグが欲しかったなというぐらいで、まあ、また来年福袋が発売されたらそちらのね、まあこういうポテトタイマー的なものがどんなものかチェックしてみてですね、でまたまあ予約で抽選になるならそれにもねチャレンジしてみたいと思います。ということでね、今回はこちらのポテトタイマーが当選しましたので、これをね、まあ持っているものでしたけどもこちらを開けてまた音を鳴らしてみました。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。